ほう、村上宗隆さんの対右投手成績が結構やばいけん。打率1割6分4厘、ホームラン4本、12打点、OPS6 割1分4厘、三振率 38%。三振率やばいなこれ。マジでどうしてこうなった。対左はそこそこ打ってるんやけどな。右投げ先発はスタメン外せばいいやん。ゲームと違うでな、そんな簡単に三冠王を引っ込められへん。腰がつけて、外の落ちる球を手打ちみたいな崩れたスイングで空振りしまくるし、右投手が投げる、インコースに食い込んでくる軌道のストレートやカットボールが全く打てないもんな。対角にインコースに入ってくるボールがさっぱり打てない。ほんまエグいな。後半入って柳打てなかったらいよいよだな。それでもここに来て打率以外はまあまあの成績になってきている。まあ毎年、悪い時はあってもそれなりは打つだろうな。去年があまりにも良すぎたからな。それが毎年毎年と期待しすぎると気の毒。逆に左投手が先発の日は普通に強打者ってことになるんだな。今左のいいピッチャーいないからか。瀬田と今永、グリフィンくらいか。小笠原、大竹、伊藤正志もいるぞ。藤本は左右病だから対村上に左持ってくる可能性高いな。去年は対右も3割打ってたんだけどな。イン攻めれない左以外打てないってやつか。そりゃ岩崎打てんわな。まあ、外野がそんな分析しなくても本人やチームのスコアラーが一番よく知っているやろ。これを乗り越えたらとてつもない数字を残すと思う。6月もいきなりホームランといいスタートを切っている。これからどんどん村上の成績が上がっていけばヤクルトの成績も上がるはず。今後に期待。同学年の清宮や安田より100個先を歩んでいるし、一流の選手だという証拠。